歌番内容のお話を思い出しながらしていけたらなと。うわーこれがタカさんなんだとか、ハッピーバースデーをこういきなりこうゴスペル風に歌い始めていただいたのがミニチュアダックス。生き物もらうってなかなかないんだけどと思って、タカさんとあんこそばを早食いしてイグアナもらったよね。歌番からペットをいただいてお家で飼ってましたね。その反応力、ご近所さんがおじいさんおばあさんとかが見たよマキちゃんって結構言ってくれたりとか、あとやっぱ歌番に出てるとさ盛り上がりが毎回すごいから半端じゃないから、今度また見るねって言ってくれる人も増えたりとか、そういうのはあったかな。でもねみんなそうやってさすごいなんか楽しんで見てくれてるのはありがたいんだけど、私たち事情としては毎回ね歌番が始まる前とかすんごいみんな受験勉強するかのようにすごい真剣で、打ち合わせの段階から各メンバーやっぱこう自分の立ち位置があるから、例えばこうなんか餌をこう投げられた時にそこにちゃんとこう食いつけるのかとかうまく返せるのかとか、やっぱそういうのがね各みんなプレッシャーだったと思うんだよね。昔モームス入ったばっかりの時のマネージャーさんもすごい厳しい方だったんで、歌番の収録が終わった後に1時間とか1時間半とかぐらいダメ出しやってましたよ。楽屋でこう丸くなって、あそこ行けたのになんで行かなかったんだとか、あそこの切り返しがどうのこうのとか、やっぱそういうのはあって、みんなは楽しく見てくれてありがたいんだけど、私たちからしたらすごい毎回戦ってるような感じな時もあったかな、うち事情としては。楽屋とかもうすごい緊張しませんか？いやでもぶっちゃけそういう今お話をしたけれども、本当私の立ち位置ってすごい安全地帯で入れる場所なんで、面白いことを返さなきゃいけないとかそういうのもあんまなかったし、落とされるっていう扱いというか振りもなかったし、だからもう本当に本当に良かった。だって当時さそんな入ったばっかとかさ、バラエティとかも普段そんな見たりとかもできないから、バラエティチェックな受け答えも私も全然知らなかったし、振られても固まっちゃうと思うから、もう本当にゆうちゃんとかかおりとかけめこにすごい感謝だよね。よく盛り上げてくれたってマジで思う。だってけいちゃんなんて安田大明神のさ置物を作られてるんだよ。あれ置物作られてこうやってタカさんとか中井さんが運んできて、そのままガシャンとか倒されてバリバリ割れて顔がさこのぐらいしか残ってないやつとかさ、そういう状態になっててもけいちゃんはちゃんと笑いに転がれるんだから羨ましいよ。ほんとメンバーの中でもほんと羨ましがられてたと思う。けいちゃんとか矢口とかもさ、やっぱこう矢口はお笑いがすごい好きだから、普段からバラエティもめっちゃ見てるし勉強もしてるしとかで、やっぱトークもすごい上手なんですよね、羨ましいことにね。上手だから多分矢口さんもめっちゃこうけめことかいいなって思ってたと思う。やっぱ歌番のイメージってすごい強いからね。安田大明神って聞いただけでうちらの世代はみんなわかるもんね。飯田香織っていうよりもジョンソンがさ広まってたでしょ。香織からしてみたらさ、なんでって思うかもしれないけど、でもそれはそれですごい成立してたから、歌番の力って大きいんだなって思うよね、世界に与える印象が。どれくらい台本あったんですか？台本はいやもちろんちゃんとあるんだけど、流れの台本ってなだけで、発言はもうほんとその場で中井さん、タカさんがバッてきたものをどう返すかみたいな感じで、ほんと芸人さんだよマジで。モームスは力強くやってきたよねって思うよね。ほんとにやっぱ歌番は他の番組に出演する時より気が入るというか、なんかありました？いやまあでもあれよね、こうグループで出るときは私は安全地帯に入れれるからそんなにプレッシャーはなかったんだけど、やっぱソロでねデビューするとソロで歌番も出ることになるわけですよ。
いや、その時が一番ちょっとドキドキしたんじゃないかな。でもなんかソロで出た時もやっぱまたモームスとかプッチマリとかそういうユニットとかとは違う対応だったような気もする。普通に歌番のトークみたいな感じだった気がしますね。本番以外の絡みとか。中井さんは本番が始まる前とか本番が終わった後とか割と自分の世界でこうやってやってとか、なんかこう台本とかこう見ながらとかなんかやってるような感じで、終わったらね割とすぐ帰るようなイメージがあるんだよね、私の中で。冷たいと言いましたね。でもね、どうなんだろう、最初ねそういうあの寄せ付けなさそうなオーラを出してる風に感じるんだけど、意外と中井さんはすごい喋りやすかったりとかはします。で、タカさんも他の人が喋ってる時とかメンバーとか喋ってる時とかも隣にいるからよくツンツンとかちょっかい出されたりとかそういうのがあったりするんですけど、いつも歌番の時挨拶楽屋に行くと楽屋に私のポスターを貼ってくれてるというか、まあ、スタッフさんが貼ってくれてるのかもしれない、こう飾っててくれて、なんかすごい気分は良かったあ、ちゃんと貼ってくれてるみたいな。無限でなんか中井さんは変な頭をしてる、覚えてます？なんかね、私それね歌番じゃなくって27時間テレビで言った記憶があるんだよね。髪型がいつもおかしいみたいな言っちゃいけないワードみたいなことをさらっと言ってしまったっていうとかありますね。あとね、歌番のその風船をこうやって回してきて、その山手線ゲームチックなのかな、わかんないけどお題があって、それを答えながらこう風船がどんどん大きくなるからこう隣に早く答えて回すみたいなやつがあって、好きなお笑いコンビはみたいな質問の時に香里が隣にいたのかな、でナインティナインみたいなことを言って、タカさんがなんでナインティナインなんだよみたいな話をして、でカオリが焦ってじゃあトンネルズみたいな感じで答えたのに対して、隣の私が風船を受け取りながらなんでトンネルズなのみたいなことを言ってて、後から見たらすごい面白かったんだけど、私はもう全然意味がわからなかったの言ってて。だから子供ってすごい素直なんだなって思ったタカさん野縁で好きみたいな。ああ、野縁よく聞いてました。なんかミュージックステーションとかに出てて歌ってたのを見たりとかして、すごい曲真似したりとか歌ったりとかもしてましたね。踊ってましたね。そう、でもタカさんはね、いろいろやっぱ番組でも絡みが、食わず嫌いとか同じチームでやったりとかもしてたんで、あのもじもじくんの格好したりとかやってましたよ。二つ結びでこっからなんかもじもじくんのここに穴が開いててこっから出しててすごい恥ずかしいやつやったりとかしてた。結構若い時って本当何でも楽しくできるんだなって今思うとね、そう思える。久しぶりに歌番を思い出してほしい。だからもう本当さ、歌番ってさ思い返せばさ、もう何回出てるかわからないぐらいたくさん出させてもらってたんですけど、毎回毎回やっぱりこう歌番終わりはすごい個人的にはすごい楽しく終われてたんで、反省会ももちろんあるんだけれどもね、こう楽しく毎回収録させてもらって、また復活してほしい番組ですね。もしね次何かあればね、またタカさんとか中井さんとかと絡みたいななんて思っています。というわけでこの辺で